旅人探したんだよ。この前あげた風の翼はどう？結構楽しんでるみたいだね。けど飛行免許はまだ持ってないよね。飛行免許？なんだそれ。名前のまんまなんだけど、その飛行免許を持っている人だけがこのモンド城内を飛行できるんだよ。え？彼女もう結構飛んでるぞ。そんな話全然聞いたことない。毎日あちこち飛んでたからみんなの目に留まったみたいだね。にひ。じゃあ今日は飛行免許を届けに来てくれたのか。まさか。騎士にだってちゃんと規則があるからね。飛行免許はテストに合格してから騎士団が発行するの。今日は試験官としてあんたの飛行免許のテストを監督しに来たんだ。風の翼を渡したのは私だからね。責任を持たないと。きっとジンさんもそう言うし。テスト、なんか面倒だな。でもアンバーが試験官なら。うん、あんたなら楽勝だよ。それに簡単な試験だから安心して。風魔竜を撃退した時の飛行ができれば問題ないはずだよ。でも規則と飛行基準は守らないとダメだからね。この飛行指南をあげる。覚えなくてもいいけど理解はしておいてね。例えば2人で風の翼を使うのは禁止とか、重い荷物を持って飛ぶのは禁止とか、風スライムを使った飛行は禁止とか。とにかくよく読んでおいて。リサさんに魔法を教えてもらった時だって私も熱い本をたくさん読んだんだから。分厚いな。仕方ない、とりあえず読んでみるか。うん、読み終えたら風たちの地に来て。セピロス騎士団の飛行指南。タイトルからして難しそうだ。世界に最初の風が吹いた時、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原を撫で、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。なるほど、風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。いい話だったな。けど騎士団の飛行指南ってこんな感じなのか。とにかくアンバーのところに行こう。